ソニーモバイルコミュニケーションズエクスペリアエクスペリア ZR Xperia ZR とはソニーモバイルコミュニケーションズによって開発された第3世代移動通信システム対応の端末である2013年に開催されたコンシューマーエレクトロニクスショーで発表され2013年5月17日に日本で発売された Xperia ZR のオペレーティングシステムは アンドロイド4.1にジェリービーンを搭載し、アンドロイド5.11ロリポップまでアップデートが提供されている。ただし、日本向けにローカライズされたエクスペリア A はアンドロイド4.2をもって終了している。ジス保護等級は IP55 と IP58 を取得しており、対衝撃、防塵、防水、耐水圧などで高い耐久性を持っている。 ソニーが独自に行ったテストでは、水深1.5メートルに30分間ほどエクスペリア、ZR を沈めても、内部が浸水しないことが発表された。カメラは、XMAR-RS と呼ばれるイメージセンサーを搭載し、1300万画素の撮影ができる。日本国内向けには、NTT ドコモ専用に、ローカライズされた、Xperia A と呼ばれる機種がある。 2013年9月には、NTT ドコモから特別モデルとして、初音ミクのデザインをコンセプトにした、エクスペリアフィーチャリング、初音ミクが発売された。エクスペリア ZR の主な使用記述。エクスペリア ZR ソフトウェアアブデイツ、ハット NTT ドコモアンベイルズザペリアテム、スマートフォンフィーチャリングシンギングシンセサイザーヒューマノイド、ハットソニー。 ウェブサイト、ソニーオフィシャルウェブサイト、ありがとうございます。